私たちノーマージャンプの仲間で、私の憧れのアイドルであり、初めて同じクラスになれた桐谷遥ちゃんの誕生日です。せーの、遥ちゃん誕生日おめでとう。みんなありがとう。来てくれたみんなもありがとう。それじゃあ早速、はるかちゃんの誕生日特別ファンミーティングを始めましょう。今までいろいろなコーナーをやってきたけど、今回ははるかちゃんの希望でこうなりました。応援ありがとう。私からあなたへ届け思いのメッセージ。思いのメッセージと聞いて興奮を抑えられなくて、ついおとなしくしてます。私は賑やかな方が緊張しなくていいんだけどな。みんな、改めてになるけど、誕生日特別ファンミーティングに来てくれてありがとう。今日は私の気持ちをみんなに伝える機会が欲しくて、コーナーの時間をもらうことにしたの。配信を見たり、歌を聴いたりして元気をもらった。ももちゃんのおかげで明日も頑張れるよっていう声を本当にたくさんもらってて、嬉しいなって思うのと同時に、ちょっとだけびっくりしてるんだ。実は、事務所に所属しないで、私たちらしさを大事に活動していこうって決めた時は、こんなにも順調に活動できるなんて思ってなかったから。でも、それができてる。自分たちでしっかり頑張れてるっていう自負もあるけど、私たちのことを支えてくれる周りの人たちの力はすごく大きいと思ってるんだ。イベントを一緒に運営してくれる人たち、仕事をくれる人たち、そして私たちを信じて応援を続けてくれている人たち。あなたがいたから私は今ここにいるよ。こうやって笑っていられるよ。これからもあなたの応援を胸に頑張っていこうと思う。その思いを込めてこの歌を歌わせてほしいな。それじゃあ行くよ。イフ。聞いてくれてありがとう。モアモアジャンプの仲間と一緒にこれからも胸を張ってアイドルを頑張るね。あなたのアイドル、桐谷遥でした。遥ちゃん、本当に本当におめでとう。ありがとう、みのり。さあ、残念だけど、そろそろ時間よ。はるかちゃん、お願いね。うん。みんな、今日は本当に来てくれてありがとう。伝えたかったことも伝えられて、歌いたかった歌も歌えて、すごく楽しかった。またいつでも、世界に会いに来てね。